特盛りライアー目玉焼き付き、イエーイ。今日は目玉焼きです。はい、目玉焼き、はい、はい、第2回目でございますね。はい、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 メイリンこと菅野芽衣です。イエーイ。はい、りゅんりゅんこと上原涼子です。イエーイ。はい、ゆんたんこと水木ゆんです。イエーイ。せーの、ライアーです。お願いします。始まりました。第2回目ですよ。はい。こんばんは、こんばんは。早速、パチパチ。みんな入ってくれてる？はい。なんと、今日からパソコンが2台になりました。おー、素晴らしい。なんかできる女風ライヤー。コメントいっぱい拾っていきたいと思いますので、皆さんどしどし書き込んでください。はい。それでは早速ですけれども、1つ目のコーナーに。行きたいと思います。はい。はい。先月も、大好評でした。ライアの大冒険。うん。はい、今月は一体どこに行ってきたんでしょうか。はい。ということで、はい、早速ですけれども、VTR をご覧ください。どうぞ。どうぞ。おはようございます。はい。ライアの大冒険第2回目。現在朝の6時11分です。はい、はい、今から2時間、はい、例のごとく歩こうと思います。はーい。はい、今回は前回ね、スタート地点を阿弥陀くじで決めました。はい、今回のスタート地点はこちら。どうぞ。大崎。いやー、はい、はい、今回も私水木縁が右担当。はい、そして菅野芽衣がまっすぐ。はい、そして私、上原涼子が左。はい、はい、ということで、じゃんけんで勝った方にね、はい、進んでいきたいと思います。はい、はい、真剣に書いています。りょんりょんは青。青。じゃじゃん、こんな感じで。では、早速。第1回目。じゃんけんを。いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、勝った。じゃあ、今度、メイリンと私。最初はグー、じゃんけんぽい。勝ったー。というわけで、はい、左に向かいまーす。交差点が来たら、はい、じゃんけん、はい、はい、して、うん、はい、2時間。うん、歩きます。歩きます。歩くぞー。アメイちゃんのダイエット企画も兼ねてるからね。歩くぞー。昨日いっぱい食べたから、いっぱい歩かないと。もうじゃんけんした方がいいんじゃない？信号ないけど。ここで突き当たってしまうです。じゃあ私とゆんちゃんが、はい、じゃんけんします。あ、メイリンお休みですね。はい、うん、はい、じゃんけんぽい。こっち、右。はい、ゆんちゃん、はい、とりあえず、はい、信号もないので、はい、まっすぐ歩いています。ビジネス街なんだね。そうだね。大きい建物がいっぱいです。じゃんけんする？あら、ユンちゃん自撮りのコーナーです。ちゃんと言いました。ちゃんと言いました。あそこじゃんけんポイントじゃない？じゃんけんポイントだ。なんて読むのあれ？いるき橋交差点です。最初はグー、じゃんけんポイ。あ、勝った。あ、りょんりょん。じゃあ、こっち行きます。左。今回やりたいダイエットある？今回やりたいダイエットは、どうしましょうか？どうしましょうね？どうしましょう？めいちゃん、あの後ダイエットした？あの後？冒険の後。聞きますか、それ。聞く。あら。みんな多分それ知りたい。うん。現状維持です。ダイエットって言わないから。現状維持。それダイエットし終わった人が言うやつ。逆です。自分撮りを覚えた、カノメイです。てれれーん。
パンの麺は新しい技を覚えたの？冷やし担々麺冷やし担々麺っていう一発芸考えたよ。え、どういうことなんですかそれ。めちゃんの一発芸まで3、2、1どうぞ。冷やし担々麺もうやだ。何それ麺の伸びやかな感じを表現してる。じゃんけんしどころ、はい、最初はグーじゃんけんぽい。おー、負けた。最初はグーじゃんけんぽい。おー、いやいや強いね。こっち？あれこれ、あもうやってまったな。だな、あらじゃんけんしなきゃよかった。いやもうやだよ。ここでじゃんけんしてまた左だったらどうすればいいの？そしたら大崎駅から出れませんでしただよね。マジ？じゃあじゃんけんしまーす。最初はグーじゃんけんぽい。あ、初勝利。ありがとう。あれ？初じゃなかった。右行きまーす。もさ変則的なじゃんけん。え、上勝ったら上で、私勝ったら右って。いいよ。最初はグーじゃんけんぽい。はい、こでしょう。おぉ、あー、ゆんちゃん勝った。あっちが気になったね。ちょっと、私も気になった。間もなく、約1時間が経過しますけれども、まだ駅にいます。あれ、全然。あ、おかしな人がいます。ちょっと何してんの？はい、ゴー。はい、めいちゃんダイエット企画。足音がうるさいんだよ。ももももあげ、ももあげ。え、短い。U ターン短い。U ターン早い。ちょっと。めいちゃん、ダイエット。これピーマンじゃない？絶対ピーマンだよ。種あるもん。なんかおしゃれな会社が多いね。ねえ。これ会社なのかな？マンションかな？ああ、そんなことしてみたい。これは。ここ私んちなんだ、あれは。朝から体力使うね、このロケは。うん、本当ですね。ふふふ。ふふふ。めっちゃ3倍ぐらい体力使ってほしいよ。うん。そうだね。お、じゃんけんだ。じゃんけんポイント。あれ？多分ここボタンだだ。嘘。え？あ、ほんとだ。見たことあるぞ。にゃ。最初はグー、じゃんけんポイ。また買ってしまった。だがしかし、左、駅です。うわー。なんでボタンだ詳しいの？私、高校の帰りによく、駅前のビッグエコーに行ってた。へー。ボタンダはあれです。なんか DVD の撮影についてくるというぐらい。あ、スタジオがあるの？そうそう。マネージャー業務の方です。マネージャーか。最初はグー、じゃんけんぽい。ほら。最初はグー、じゃんけんぽい。勝った。ユンちゃんです。ユンちゃんが勝ちました。信号待ち。はい。はい。有楽通り。ちょっと、大人の通りに突入してしまいますけれど。あ、そうなの？あ、朝ですから大丈夫です。あら、いやん。いやん。何それ。にゃ。熱ないよね。あ、ポンポコ、ポンポコ。これ怖いよ。ポンポコ。かっこいい、りょうにょんかっこいい。かっこいいよ。あ、でも俺酒がいいな。はーい、じゃんけんぽい。じゃんけんぽい。あ、ハ
ゆんちゃん。あ、ゆんちゃん。あれ、今日は私あんま勝ってないな。あれは。ちゃんと頭使って勝つようにしてください。あれは。メイリンは大体グーを出して負けます。っていうことが今日分かりました。イェーイ。あ、こうですね。これぐらい離れたいね。ムササビ。お、ムササビ。ムササビジョンです。朝の光がいいですね。光合成です。光合成に必要なものは何ですか？水、はい、もう一個、光合成したいという気持ち。あ、そっか、これが放送してる頃にはもうリアライズ TV の放送は終わってるんだ。終わってるだね。おバカは誰だ。おバカは誰ですかね。まあライアじゃないといいね。カーノさんだ。カーノさん。カーノさん。え、うちの会社なんです。カーノさん。カーノさん。3人撮るたい。たまには3人歩いてる絵が欲しい。なんか肩組まれた。ラララ。あ、なんかまた大通りに。あ、大通りに。出まーす。いきまーす。グーじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。こっちだ。左ってどっち？左こっちだね。男子校みたいな、うん、でも私ライヤー意外とルームシェアやっていける気がする。いけるかな、なんかもうやっていける気がする。まあでも多分ね、この半年ぐらいで、うん、相当一緒いるよ。いい距離感をつかんだ。うん、これをもし万が一ずっとバス通りに行くと、六本木ヒルズに着きます。おー、今日リッチじゃない、なんか。東京も捨てたもんじゃないですな。なんかあれです。ユンちゃんが瞑想してます。瞑想の世界。ねえねえさ。宇宙との交信が言うよ。あ、ねえねえ、バス停一個分歩いてる。あ、本当。早。これはあれじゃない？六本木ヒルズです。道違い。しかもさ、すんごく長いけど坂だよ、ここ。全力坂できた。ほんとだね。つらい。長い。めっちゃつらい。長いね。はとバス。はとバスとかさ、飛びたくない？はとバスだけしない。うん。どっかでさ、なんか出張、ライヤー、大冒険。しようよ。旅行を兼ねて。その時は別に交通機関使っても、うん、スポンサー大募集。よろしくお願いします。こちらまで。はい、ぜひ。あれで飛ばすで、どこまで行けるか。あ、おー、いいね。帰り大変だよ。帰り大変だね。わけないよ。しかもさ、どこで降りればいいのか。そうだよ。このコーナーが、結構ちゃんと長く続いたら、うん、出張ライヤーやりましょう。おー、やったねー、やったねー。あなたの街にライヤーが来るかもしれません。あ、静岡行こう、静岡。地元じゃん。滋賀県も行きたいなー。ついでに実家帰りたいだけですよ。あ、ウィング高輪。品川駅だ。品川駅。品川駅ですよー。品川まで歩いてきてしまった。どうしよう。さて、ちょっとじゃんけんポイントが少なすぎるので、はい。ここで直進するか左に曲がるかのじゃんけん。じゃあ二人のじゃんけんですね。はい、最初はグーじゃんけんぽい。勝ちました。めいちゃん弱い。弱いです。じゃあ左行きます。めいちゃん人生相談してきね、国民生活センターが。私の相談乗ってもらえますか？私の。すごい生活に疲れた人みたい。髪の毛でボソボソだし。本当だよ、かわいそうな人みたい。この辺はもう
もう超高級住宅地です。あれですよ、あれ白金で、あー未来の夢は白金で、うむ、やっぱ白がいいよね。朝のカップ、じゃんけんする、あ、じゃんけんポイント、はい、信号に間もなくたどり着きます。最初はグーじゃんけんポイント、お、勝った今の、なんだ今の、若干後出し気味で勝ったぜ、ちょっと怪しいぞなんかちょっと人が減りましたね、減ったね、住宅街、目が乱れんぐです、乱れリングです、乱れりょんりょん、高輪警察署前で、はい、じゃんけん、じゃんけん、はい、いや時間的にもうラストじゃんけん、ラストかも、そうだね、はい、最初はグーじゃんけんぽい、はい、こうでしょ、お、お、りょんりょんが勝ちます、今日はりょんりょん勝ちまくりです、たかしくんです、なんとですね、はい、なんと私が3年間通った高校が見えてきました、はい、あ、どこだどこだ、はい、私の母校です、はい、8時26分、2時間プラス20分ぐらい歩きました、歩きました、到着地点は明治学院前交差点。出会った時と同じ季節の中、暖かい光が降り注いでるよ。歩道橋奏で送る君を見て、自然に笑ってた、それだけでよかった。繋いだ手をぎゅっと離さないで、それだってることも気づいてくれた。君が影になってる花びらと踊る姿思い出しているよ。溢れる感情を抑えても止められなくて、君がくれた大切なエピソード、泣きそうになった時読み返す、体を駆け巡る声だって聞こえているよ。過ぎ去る日々の中感じて、今月の大冒険ロケ、無事、終了しました。はーい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、結構歩いたね。結構歩いた。うん、いや、最初大崎駅を一周したときはどうなることかと思いましたけど、うん、無事、なんか、いいところにたどり着きました。たどり着いた。将来は白金出になりたいと思います。はい、ずっと言ってるね、今日。あと大崎も押します。いや、よかったね。うん、よかった。なんか今日綺麗なところいっぱい回ったね。回ったね。はい。初夏っぽいし、初夏っぽいし。来月もね、どこ行くかわかんないけどね。はい。はい。またその次の出発駅は、スタジオで、決めたいと思います。はい。じゃあご飯食べて帰るか。はーい。お疲れ様でした。お疲れ様。ぽいちゃん。まずルートをじゃあ、まずルート、はい、こちら、大崎駅をスタートして山手線の内側をちょっと線路沿いに歩いたり、まあ一回ちょっと大崎駅で立ち往生したんですけど、うん、はい、まあ、無事五反田方面に行き、まあ、五反田駅は、通ってないんですけど、さらに山手線の内側に進んでいきまして、ちょっと白金勢をね話しつつ、あとはこの大学なのかな、ここ
綺麗なとこ多かったよね。すごい綺麗だった。しかも閑静です。はい。そう。人も少なくて、うん、いいお散歩コースでした。で、最終的には、はい、この明治学院大学にたどり着いたということで。ね。はい。はい。ほんと奇跡の展開だよ、これ。奇跡の展開ですね。まさかの、りょんりょんの母校へ。1年、2年ぶりぐらいに母校を見ましたけど。うん、はい。なんか、じゃんけんの旅、2回しかやってないけど、ルート決めてない割にいつもすごい綺麗だよね。うん、そう、なんか、ロケハンしてるんじゃないかっていうぐらいの。うん、私、大崎住みたくなったもん。そう、ゆんちゃんずっと言ってる。めっちゃ綺麗。だって行くまで、最初ちょっと大崎のバカにしてて。え、大崎だから、セリフが出たんだね。東京も捨てたもんじゃないです。そうそうそう。大崎上から目線ね。だってさ、大崎って用ないからさ、初めて降りたんだよ。まあまあね、そう。行って正解だったね。行って正解だった。すごい綺麗だった。うん。なんか物件探ししちゃった。本気で住みたいって言ってたもんね。やばい、大崎住民激怒って言われた。ごめんなさい、大崎の皆さんごめんなさい。憧れています、今では。今もうもはやね、大崎に住むことを目指してます。うん。何キロ歩いたんですか、ね、何キロだろうね。ちょっと、細かいことはわからないんですけど、うん、でも結構、あんまりタラタラ歩いてないよね。歩いてない。結構、カツカツ歩いてる。うん、なんか、どこかに、どこにも行けなかったら困るなっていうのがあるので、結構早足で歩いてるから、いい距離歩いてる。結構歩いてると思うんだよね。うん、だって終わった後足疲労感あるもんね。ある。ある。ある。この日は、その後に、毎週日曜日の定期レッスンがあったので、うんうん、はい。まあ、多分、ボイトレの時ちょっと寝てたかもしれない。もうやばいですよ。目が、目がね。仲良しさんです。上と下が。はい。はい。どうでしたか、皆様。うん、うん、うん。あ、楽しかったちょっとずつね、なんか、りょんりょんの編集能力がどんどん上がってきてて、そう、ぐーぐー上がってるし、そう、みんながいろんな意見をくれるので、うん、参考にしながらこれからもね、うん、そうですね、やっていきたいと。どんどんコメントもらえれば、はい、なるだけ参考にして、私もまだちょっとね、ソフトを使い切れてないので、うん、これからもうちょっと勉強して、面白い動画にできるように。うん、したいなと思ってます。はい。じゃあそろそろ次の出発地点を決めようじゃないですか。これ重要ですか？重要ですよ。じゃあちょっとどうします？恒例の阿弥陀仁しまーす。わーわー。はい。じゃあ行ってほしいとこ、はい、言ってください。どうぞ。スタジオの皆さん、どこ？あ、目白。目白。目白いいね。行ったことない。チャットも言ってくれた順に書きまーす。はい。山手線でお願いしまーす。はい。とりあえずは山手線です。もし山手線を全部制覇できたら、うん、次はまた別の、路線に行こうかな。お、行きたいとこ、どうぞ。じゃあ、反対の目黒。目黒。あ、目黒ね。目黒もね、行ったことないから、ちょっと。本当に？行ったことないの。目黒は結構用事あるんじゃないの？ない。あら。はい、高田の馬場。はい。あー、いいですね。高田の馬場。奥泉谷。あー、奥泉谷。いいチョイスですよ。奥泉谷に。あと1個です、あと1個。みんな急いで、急いで書いて。あと一個だよ。あ、西日暮里。西日暮里。あ、日暮里じゃなくて、あえての西日暮里。うぐいすだに。はい。西日暮里。西日暮里。埋まりましたね、これで。埋まりました。はい。大丈夫ですか？はい。じゃあ。はい。はい。じゃあ、阿弥陀くじで。阿弥陀くじしまーす。決めたいと思いまーす。何個目がいいですか？ああ、そういうことか。どうぞ。右から2番目。これ、はい、じゃあ、ここで行きまーす。はーい。もう増やさなくていい？うん。行きまーす。はい、大丈夫。はい。はい、うぐいす谷になりました。おめでとうございます。うぐいす谷って、どこ？うぐいす谷はこっち側だよ。上野の方。秋葉にすごく近い。あ、わかった。キネマクラブ。キネマクラブ？え？キネマクラブだ。ほう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 。どっちにしろ行ったことないから。アダルティーな街じゃないの？うぐいす谷って。何があるんだろうね。そのキネマクラブでたまにアイドルさんがライブをやっているというイメージしかない。というわけで、来月の、はい。特盛ライアーの大冒険は、うぐいす谷に行きたいと思いまーす。わー、やったー。嬉しい。行ったことない。ちょ
とかなり未知の世界ですけど。未知の世界だね。でも、まあ、真逆の方だしね、はい。ちょっと楽しみに。来月も楽しみにしてもらえたらなと思います。はい。はい、また来月どっかで朝早くグイス谷に行くとライアンに会えるかもしれなーい。相当早いですけど、ね、はい。というわけで、はい、特も、いや、特もじゃない、終わりだと思います。ライアンの大冒険でした。したイェーイ。コメントがちょっと結構来てますよ。あー結構来てる、はい、お、うん、次も楽しみとか、うん、上野公園をぐるぐるだな。上野公園ってあるの？上野公園まで行けるかな？行けるかな？どうでしょう。上野公園ぐるぐる辛いな。辛いですね、はい、さあじゃあ次のコーナーに行きたいと思います。はい、新人さんいらっしゃーい。なんですが、私たちの所属するプロダクションリアライズに入った新人さんもライアーがいろいろ突っ込んでいこうというコーナーです、はい、本日来てくださった新人さんを呼びたいと思います。高野まりちゃんです。どうぞ。いらっしゃい。いらっしゃい。はい、お邪魔します。いらっしゃい。はい、まりっぺ。はい、まりっぺ。まりっぺはね、番組自体がまだ2回目、うん、ということで公開生放送初めてなんですけど、そんなマリッペにライアーから20の質問をしたいと思います。はい、はい、じゃあマリッペをね、いろんなことを知りたいと期待して、うん、ではマリッペこいいわ気持ちが大丈夫か。心の準備は大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、じゃあマリッペの20の質問よーいスタート。はい、マリッペまず家族構成は？お父さん、お母さん、妹です。3人。うん、はい。次の質問です。出身地はどこですか？出身地は兵庫県です。兵庫県。お、関西弁。はい。はい。そして、東京でお気に入りのスポットありますか？ジブリ美術館ですね。はい。では、マリッペの趣味と特技を教えてください。趣味がネイルアートで、特技が目をつぶって片足立ち2分。ほう、2分。2分限定なんだ。次の質問です。朝起きてまずすることは？朝起きてすぐご飯食べます。うん、ここは健康的ね。はい、次の質問。将来こうなりたいという有名人？はい、篠原涼子さんみたいなかっこいい女優さんです。ほう、うん、じゃじゃん。ズバリリアライズの中で一番気になる人は誰ですか？はーい、メイさんです。おおー、ちょっとこれ後で聞こう。後で聞こみましょうね。はい、次、マリッペの思い出の歌は？思い出はですね、ニュースのドリームっていう曲です。うん。はい、次の質問。一人の時間があったら何しますか？はい、録画してたドラマとか映画とかを家で一人で見てます。じゃじゃん。ライアーで彼女、妻、浮気相手どれが誰？彼女がメイさんで、で、奥さんがユンさん。あれ？で、浮気相手がリョンリョンさんです。私乱れリョンリョン。掘り下げよう、掘り下げよう。はい、次の質問。マリッペの座右の銘は何ですか？はい、初心忘れるべからず。うん、いいね。はい、次。自由に使える10万円があったら何をしますか？はい、ヨーロッパ旅行したいです。ヨーロッパ。はい。はい、英語が得意なマリッペ、英語で自己紹介をお願いします。はい、I'm Mari. My dream is to be an actress. I try various things and do my best. おー、すごい。はい、次の質問です。部活動何してましたか？はい、ソフトテニス部のマネージャーをやってました。うん、はい、マリッペ、今何を思ってる？めっちゃ緊張してます。次です。最近にあった嬉しい出来事を教えてください。はい、私ブログをやってるんですけど、うん、毎日アクセスが上昇してきてですね、うん、とても嬉しいです。では逆にものすごくプンプンしたことを教えてください。はい、ものすごくプンプンすることがそもそもそんなにないんですけど、うん、でも今日駅まで歩こうとしたら、うん、こう結構狭かったんですよ、道が、うん、で、前歩いてる人がいて、うん、それについてってたんですけど、うん、ピタって止まったんですよ、その人が。急にそれはイラッとします。で、前からこう来てる人もいたから、こう、私が10秒ぐらいここに意味もなく止まるとか。それちょっと嫌だ。わかる。プンプンプン。では次、マイブームベスト3。はい、マイブームは、アプリ、ゲームアプリやってるのと、うん、あとはネイルアートと、うん、筋トレ。
やってます。おー、じゃあマリッペがこれだけは譲れないということは、はい、目玉焼きにはケチャップでしょう。最後の質問です。マリッペ、何か自慢をしてください。はい、実は空手やってました。おー、はい、以上マリッペに20の質問でした。ちょっといろいろね、突っ込んで聞いてみたいと思うんですけど、はい、まあ、まずは普通にね、家族構成は3人。うん。そう。今はこっちにはでも1人だよ。そうです、そうです。お父さんとお母さんどっちに似てますか？お父さんって言われますね。あ、女の子は多いよね。そうなんです。あ、あと、うん、ワンちゃんがいます。お、あ、おー。3人で1匹。3人で1匹ですね。はい。じゃあね、私ね、あれ、趣味と特技突っ込みたいんですよね。はい。趣味は、ネイルアート。そうなんですよ。うん、はい、自分でいつもやってます。ね、かわいい。うん、かわいい。はい、ブログに結構載せてるよ、ね、そうですね。今日はシールなんですけど、たまに筆とか使って、うん、おー、頑張ってやってることもありますね。特技が。特技。目をつむって片足立ち。地味ですね。ちょっと地味。すごいよくわかんなかったんだけど。でも結構できないんですよ、みんな。あ、でも、わかる。え、じゃあ、めいちゃんちょっと一緒にやってみたら。やってみたい。うん、え、ちょっと待って、そんな、やりながら掘り下げよ。あ、そういうことね。目つぶるんだろ。目つぶるの。めいちゃん、ダメそうだよね。めいちゃんダメそう。私、バランス感覚ないよ。先に言っちゃった。今日、ヒールだ。じゃあ、ちょっと、はい、いきますよ。いいですか？はい。はい。はい。用意、スタート。スタート。今日、ヒールだからね。それは言い訳です。あ、じゃあこのままマリッペ質問に答えてください。はい、そうしてください。ちょっとなんか、カンノさん横でおかしいけど、おかしい。すごい眉間にしわ寄ってる。ちょっと、今マリッペの時間だから邪魔しないで。どんなことカンノさん目立たないでください。じゃあね、そんなメイちゃんが気になるってことなんだけど。あ、ね、確かにこの動きは気になりますね。待って、私全然見れないのに。もうちょっとおかしいよね。今こっから放送見た人はもう何のこっちゃわかんない。左足つらいです。めいちゃんのどんなところが気になるんですか？私初めて事務所に行った時に初めて会ったのが、うん、最初に見たのがめいちゃん。最初に見たって。そうそう、最初の生き物みたいな。そうだったんですけど。なんですけど、はい、いや、もう見た瞬間に、アニメの世界から出てきた人がいると思って。そんなに褒められてる？褒めてない。なんか初めて会ったと思って、ちょっとびっくりしました。あららら。めちゃん、これダメでしょ。うん。もうだって何回も捕まってる。うん、しかも確かにマリッペは何の苦もなく立ってるね。ね、今でどれぐらい立ってるんですか？もう、で、マリッペのその服の胸のアクセサリーは石器時代のお金ですか？お金じゃないですよ。あとね、コメントで気づいたんだけど、服の色がみんな同じなのは我が子です。そう、それでちょっと失敗したって思った。そうだね、みんな白っぽいね。うん。でもだんだんこっちからグレーで。そう、グラデーションみたいな。グラデーションみたいな。わざとではありません。もうちょっと派手な格好しよう、みんな。そうしよう、地味だよ、これ。地味。地味だよ。もっと、確かに。もっと派手にしよう。確かに。もういいですよ。もういいですか？もういいですよ。もう辛い。どうしたの？ヒールだから辛い。なんか、他に。どんなことになってるのか後で見ます。うん、後で見てください。でもマリッペ全然普通だったよね。普通だったよ。マリッペは女優さん志望で入ってきたからね、将来のこうなりたい人は篠原涼子さん。はい。うんうんうん。あ、これだよ、これ。どれ？ライアーで、彼女、妻、浮気相手にするので。それだよ。これ理由を言ってもらいたいです。思ってません。いや、喜んでるでしょ。え、どうして？だって浮気だよ。一番ダメじゃん。違う、なんか、色っぽいから、あ、なるほど。色気があるっていうか、悪い匂いがするか。そう。ちょっとなんか、誘惑されそうな。あ、なるほどね。ゆっちゃん妻にするのは間違いだと思うよ。え、なんでですか？私、家のことあんまりできなそうだから。うん。ゆっちゃんは、とりあえずできることは、
お塩をかけること。あ、ゆうちゃんは家の中を明るくすることができます。でもそれは大事ですよ。あ私の理由も聞きたいです。なぜに彼女？え、ただ萌えって感じです。あ、ただ萌え、なんかちょっと一番。もしかしてさ、これ一番消去法なんじゃないの？大丈夫、彼女。ただの萌えだから浮気されるんだよ。あ、そういうことか。そういうこと？私たちライバルだよ、大丈夫。そして、最終的に奪っていくんだよ。そうだよね。そうだよね。ゆうちゃんが一番美味しい。素晴らしい。なるほどね。あ、でもコメントの意見は別のとかがあるよ。彼女はユンタン、嫁はリョンリョン、浮気相手はウキャだなって。ウキャってさ、呼び方。ずいぶんくるくるしてる。呼び方。そうだなぁ。あと、まだまだ緊張してますか？あの、目の前に社長がいるんですよ。そうですね、そうですね。確かにね。ちょっとね。そうそう。別の意味の緊張。そうです、そうです。圧力だね。筋トレしてるの？そう、そうだ。そう。毎週レッスンやってるじゃないですか。うん、はい。だから、なんか、こう高校の時に、腹筋100回とかやってたんですけど、それを思い出して、またやり始めましたね。おぉ。すごい、うん。でもね、私もね、日曜レッスンの腹筋の曲ってのがあるんだけど、わかる？ちょっとね、腹筋をやるときに必ずかかる曲があって、この前外でデパートでそれ流れてて、ずっと、これ踊った気がするなーって考えながら、うん、でも結構リピートされてて、うん、はっ！って気づいたら、これだーと思って、その瞬間ちょっと腹筋こう動いた。大事だよね、筋トレ。大事だね、うん、大事です。頑張りましょう。はい、うん。はい。じゃあこれからもマリッペにはですね、リアライズで活躍していただこうということで、うん、はい、さらにみんなで仲良くなっていけたらなと。はい、よろしくお願いします。はい、今日はちょっとだいぶ分かった気がするのでね、マリッペのことが、うん。またこのスタジオにも機会があれば遊びに来てもらえたらなと、はい、思いますが、はい、次のコーナーもですね、マリッペには参加してもらおうかなと思います。はい。はい。それでは次のコーナーに行きます。着せ替えライアードール変身シャキーン、はい、はーい、なんとなく決まりました。はい、はい、このコーナーはですね、ライアーが、誰もが知っている有名人に変身しちゃおうというコーナーでございます。はい、はい、はい、ライアー各自がですね、その人に合ったような私物を持ち寄ってコーディネートをしちゃおうという企画になっております。はい、はい、ということでですね、今回のテーマ、世界の歌姫、レディーガガでございます。はい、各自ですね、家にあるレディーガガっぽいものを、勝手に何も言わずに持ってきました。はい、持ってきました。今ここで大公開して、さらにそこでコーディネートを考えていこうかなと、はい、思います。はい、着替える中には今日ね、マリッペも入ってもらって。はい、はい。じゃあみんな出してみましょう。はい、はい。マリッペレディーガガ好き？私あんまり聞かないから。あら。どんな感じか、あんまり知らない。あのね、レディーガガはもう何でもありみたいな。レディーガガっぽいものが難しかったよね。そうですね。すごい難しい。派手ってことなんですかね。そう。まあ、そうですね。まあ、とりあえず私は、まあ、レディーガガと言ったらキラキラしてた方がいいかなと思って、ぽいぽいぽい、家にあるスパンコールっぽいものを持ってきました。お、いいじゃないですか。これはまだ序の口ですよ。私ね、こんな感じ。これとこれと、これと。待って、レッドブル。これは、空き缶。あるかな、空き缶は頭につけてる。レッドブルじゃなくてもいいんだけど、レディーガガといえばこうだと思うんだよね。この髪の毛にこう巻いてる感じ。ありましたね。はい。見ましたよ。見ました？見ました。服、これはまあ普通。なんか、ちょっとこれは。めいちゃんなんかいっぱい持ってきたね。いっぱい持ってきた。めいちゃんおかしいよ、様子が。あの、まず、普通のところで言うと、サングラス。あ、セレブっぽい。サングラスっぽい。これ必要かなと思って。あと、なんか、レディーガガって言ったら、ヒョウっぽい感じのイメージだったから。あ、でもこれも使えそうじゃない？使えそう。そう、それ手ね。これ足ね。足ね。で、あ、これさ、めいちゃん舞台で使ってたよね。舞台？違った？舞台はこれ違う、使ってない。撮影会とかで使ってます。撮影会で使ってます。あ、でも結構いい感じになってる。そう、いい感じ。ショーグッズでしょ？うん。で、なんか、レディーガガって、なんか、頭に大きいのよく乗せてるので、マグロちゃん。マグロ素晴らしい。マグロちゃんを。リボン付き。
そう、これで、マグロを止めるっていう。あ、なるほどね。そこまで考えてくれた。そう。で、私も頭に乗せるもの系で、家からコスプレ用のウィッグを持ってきました。さらに、私はやっぱり、どうしてもあの、黒柳徹子さんの徹子の部屋の印象が強かったので、ゴミ袋で。あれですか、もし。あれになれるかなと思って。15枚入ってるので、うん、全部使ってもらっても。わかった。はい。おー、生肉持ってくればよかったのにって書いてある。そう、生肉はね、すごい考えたんだけど、捨てがたかったよね。ちょっと匂いとか、いろいろ衛生面が気になったので。私も一応上の服持ってきたんだけど、はい、この編み編みな感じとか使えそうじゃない？いい、うん、いいと思います。そう、そう、はい。だって問題はですよ、これを誰が着るかっていう。そう。はい。じゃあ、早速、くじ引きをしてみましょう。みんなで引くよ。はい。一気に。赤がついてた人が、今日、レディーガガになる人で。なりたいなぁ。せーの。はい、じゃん。あー、りょんりょん、夢が叶ったわー、いいなぁ、りょんりょん。りょんりょん、どれ着たい？まずこれは絶対でしょ。これはでも、これは後でいいじゃん。とりあえずさ、あの、ベースが欲しいよね、服の。ベースが欲しい。どうするの？ゴミ袋で行くか、ヒョウ柄にするか、うん、キラキラとこれ合わせるとかでも。うんうんうん。でもやっぱゴミじゃない？ゴミ袋いい。でもさ、ゴミ袋だけじゃさ、ちょっと地味だから、うん、じゃあこれ着て、はい。これの上からゴミ袋かぶる？うん。おうおうおお、いいじゃないですか。で、うん、あ、待って、網も切る？網も切る？あ、じゃ、これ、これ履こう、これ。これ、あ、これ、これおすすめ、一番。これ、これ、キシメン、キシメンの尻尾。キシメン。これ、じゃ、これ履く。うん。いいですね。手は手。これ着て、手、大丈夫？それでも着たらゴミ袋どこに切るの？ゴミ袋をさらに上から切る。マントみたいな感じで。あ、例えば。ぽいぽい。ゴミ袋さ、頭からこうすれば。で、めくったらマグロが出てくる。待って待って、ちょっと待って、レディーガガからちょっとかけ離れちゃダメだよ。かけ離れてないと思う。大丈夫？うん、うん、大丈夫。もうね、大丈夫。オリジナルの。この辺はさ、ちょっと、出てきてからでもいい？はい。いいよ。じゃあまずベースは、それとそれ着て、ゴミ袋？うん。うん。よかった。髪の毛どっちする？金髪と、金髪と白、うん。お、なんかこっちの方がさ、白イメージが。会場がみんな白だった。あ、白？白？白？よかった、白。じゃあ白で。マグロはマグロはって言ってくる。マグロはみんなで頭につけてあげよう。最後の仕上げだからマグロ。そうしよう。じゃあ、靴もいるよね。靴。靴もあるんですか？料理、私、靴持ってきたよ。お。みんな用意がいいですね。ガガっぽい靴なかったから。待って、なんだこの番組。ヒールが高いの持ってきた。あ、右側こっち？こっち？こっち。じゃあ、履いてください、これ。は、じゃあ、お借りします。はい。ちょっと私、レディーリョンリョンになってくる。はい。わー、ワクワク、レディーリョンリョン。いってらっしゃい。いってらっしゃい。え、でもさ、はい、サングラスもさ、使ってほしくない？あ、そうだ。あ、サングラス、いいね。ちょっと出てきたらサングラスかけて、りょんりょん。これ結構ガガっぽいんだよ。マリペちょっとつけてみ？つけてみ？これ。どうだ？うん。いくよ。うん。あ、でも意外と普通？でも、でもさ、マリッペがさ、このルックスのマリッペがこのサングラスしてたら、えってなる。これあの、海外セレブのさ、うんうん、パパラッチみたいな感じしない？パパラッチ。あれ？主役にはなれないんだ。ここにタバコつければよかったんだよ、こう全部に。ね、そうそう。はいはい。あんまりさ、出たくない姿だよ。大丈夫だよ、りょんりょん。大丈夫だよ。マリッペ電撃ネットワークにも見えるって。そうなんだ。じゃあ今度みんなに会うときに、こうかけて、うん、おはよう。やってほしい。あとどれ使ってもらう？これは何なの？私物なの？これは、めいちゃんの私物。私物なの？そう。こうだよね、やっぱ。そうだね。すごいね、これ。こう？あー。ガガっぽいのはこうだと思うんだよね。そう、こっちの方が勢いあるよ。勢いあるよね。勢いある。似合うって。え、ほんとさ、結構いい感じだよ。ほんと？似合うって、それ褒めてるの。褒めてる、褒めてる。これを、あ、でもね、私はこれも結構してるの。それをどうするの？これは、こうやって、
そこにつけーの、つけーの、これ大きいの、大きいの、こんな感じに、後でりょうりょうさんが、ポポポポポポーカーフェイスって。こんな感じこんな感じに後で、りょうりょうさんになりますね。ねえ、これさ、放送して大丈夫かな？大丈夫だよ！りょうりょういい感じ。いい感じ。すごい、いい感じに。ウィッグ被って。あ、じゃあその間にね、私が任務を遂行しようと思います。はい、もう大丈夫、りょんりょん。まだまだ、じゃあちょっと時間の余裕があるうちに、はい、告知をしたいと思います。ライアーのライブが近々あります。29日に新曲お披露目の予定です。わーい。新曲はね、ちょっとキラキラっとしたイメージなんですけど、東高円寺ロサンゼルスクラブにて、東高円寺ロサンゼルスクラブにて新曲お披露目したいと思うので、ぜひぜひ皆さんこちら要チェックでお願いします。そしてその日からゴールデンウィークに向けてたくさんライブが入っています。30日渋谷で背負う、そして345も346とライブがあります。なのでこちら皆様遊びに来てください。そしてマリッペの急上昇ブログは、はい、私のブログ、マリティタイムっていうタイトルですが、うん、まあ、よかったら、読んでください。読んでください？あ、見てください。読んでください。あ、そうだね。なまりかな？関西のなまりが、なまりが、なまりが、なまりが出ちゃう。マリティタイム、ちょっと、キュンキュンタイムとタイムかぶりしてるので。そうなの。そうなんですよね。ライバルです。あ、ライバル。できた！すごい。サングラスをつけまーす。はーい。サングラスをつけて、登場。お、登場した。マグロは？登場した後にこれ。後で、目がついて、了解しました。マリッペのブログみんな読んでますか？の、読んでる。ありがとうございます。結構さ、あれ、凝ってるよね。あ、本当ですか？字変えたりしてるじゃん。あ、そうなんですよ。大きくしたり。ガーン。できました。お、できましたよ。できました。皆さんちょっと歌ってもらっていいですか？どれがいいですか？何でもいいです。いいよ。てる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 。やばい、ガガ、ガガ、ガガ様、ガガ様。素晴らしい。おー、レディー・ジョンジョー。ぽくない？ぽい。予想が、なんかぽいよね。やばい、ぽい。これをつけたら完成になります。チャラララ、チャラララ、おー、やばい。え、ちゃんとなってます。ちゃんとなってる。シュガーのおばあさんだ。これはポイント高いって。チャットの評価がすごく良いです。この白い髪とサングラスめちゃめちゃ合ってない。めっちゃ合ってる。これ止まるの？じゃあ、じゃあ上押さえてください。わかった。え、すごいよ、それ。なんかこのサングラスがあることによって心が強くなれる。あーおーあーどうぞ前へ。レディーリョンリョンでーす。あーでも、こんな感じでやってそう。素晴らしい。本物だよ、だって。うん。すごい。だってこういうのをつけてた。やばい、ぽい。うん、すごい。わあ、歌姫。このコーナーでこんなにまともに変身できると思っていませんでした。やばい、これ続けられます。続けられます。よかった。すごい、ポーカーフェイスでよかったです。さすがです。ちょっとね、はい。私じゃないみたい。来日？来日。レディー・リョンジョン様。レディー・リョンジョン様、素晴らしいです。わー。世界ライアドール、今回はこれ大成功なんじゃないでしょうか。このコーナーは、毎回ちょこちょこやっていきたいレギュラーコーナーなので、はい、これからも、みんな、ライアのメンバーとゲストさんとかが、その都度有名人に変身したいと思います。このクオリティをキープしましょう。はい。はい。というわけで、早いもので、もうあと1分なんです。はい。うん。今週も、あ、今月も特盛りでしたね。うん、うん。すごいなんか本当に内容濃くって、うん、みんな、楽しめた？楽しんでくれた？楽しめたね。早いよね。ありがとう。時間今日はね、大物ゲストにも来ていただいて。はい。はい。マグロを抱えた。ちょっと後でサイン会と、
写真を記念撮影撮ってもらってもいいですか？OK。はい、よろしくお願いします。というわけで、特盛ライアー、来月は5月24日、金曜日の8時からの放送です。また来月も皆様見てください。ありがとうございました。はい、ありが